人の営みはすべてその大体できるようになるって話なんですかこれは技術によって。知能の仕組みは僕は大体できるようになると思いますね。そこがねすごい聞きたくてあの AI で言うと、うん、昔から弱い AI 強い AI って言って、うん、要はあれですね人間とそっくりあるいは人間をしのぐような。 もう超高性能のアンドロイドみたいなのが出来上がるのかというのと2045年シンギュラリティが来る話のか、あるいはある程度局面局面で人間をしのぐようなそのある程度作業に特化した AI が出てくる弱い AI なのかというのでいうと松尾さん強い AI は実現できるんですけどもただそのよく言われる知能の話っていうのは僕は生命と知能をよく混同してると思ってまして。うんうん だから例えて言うとですねあの人間と知能の関係っていうのは鳥と飛ぶことの関係と一緒で,で飛ぶことっていうのを工学的に追求して原理を解明しそれを人工物として作ると飛行機とかになるんですね。だけど飛行機は朝になったらチュンチュン鳴いたりしないしうん、うん、巣を作って子育てとかしないんですようん、うん、飛行機だから。はい、でそれと同じで人間の知能っていうのは僕は結構原理は比較的単純。うん ななものだとと思思っっててますすねこれは近い将来明らかにるそれを工学的に作り出すと人工知能になってこれはいろんな産業領域我々の生活の中でたいろんな使い方あると思います、うん、ただこの人工知能が人間のように美味しいものを食べたいとか思わないんですよそれから征服したいとか思わないんですよこれはだって生命じゃないから人知を超えるなりそれに匹敵するようなものはできるけれども人知そのもの人間そのものが作れないと全然違,い違うことですね 僕だから AI 研究のすごい面白い点だと思うのは、はいはい、AI で非常にそのなんんですかねある種賢いその、まあ、あの作業効率の高いあの結果を見ることによって人間とのギャップがあれば人間はなぜその AI のように効率的に動いていないのかという形で逆に人間が何目的意識を持って動いているのか逆算で分かるそこがすごく面白いと思うんですよね。 認知革命、まあ、最も著者が強調している、その人が、えー。なぜ、その動物から、まサピエンスに、うん、ホモサピエンスに進化したか、重要な認知革命だことを言ってて。それはまさにイマジネーションであるとか、フィクションを共有できるようになる、うん、そのコンセプトを、その共有するため、にもちろん言語は必要なわけですけれども。えっと、認知運動だけだった動物から、えっと、記号、言語を駆使する。まあ、人になることによって。いろんな多くの人たちと、ビジョンを共有できるようになると。うん、そうすると、例えば、経済活動でいうと。 お金が使えるわけですよね。うん、お金っていうのは動物は使えるようにならない。なぜかっていうと、まあ、紙切れだったりとか、その金属の塊を持ってって。なんか、その、そこの食べ物くれとか言っても、ふざけるなって話で終わってしまうと思うんですけれども。うん、人だったら、それが、自分がこの紙を将来使うことができる。また受け取ってくれる人がいるっていう形で。ある種のフィクションを共有できる。うん、それが、経済を。うの紙が。例えば、ご飯に変わるとか。はいはい、紙が。 洋服に変わるとか、それがまさにフィクションってことなんですね。そうですね。そ,そういったストーリーを共有できて初めて、我々が普段当たり前に行っているような経済活動が機能すると。うん